方もいつもお世話になっております。今回はエデン共鳴変霊式4層ギミック図鑑説明に特化した攻略動画になります。いろいろなやり方を紹介し説明をさせていただきます。また最後におまけであるイメトレ問題をつけておりますのでご活用ください。いつも通りですが一つのやり方として見ていただいて各パーティーでやりやすい方法を取り入れていただければと思います。あとチャンネル登録をよろしければしていただければ動画作成のモチベーションとなりますのでよろしくお願いします。今回ご紹介させていただくのは以下のギミックです。最初に使用したマーカーの訂正があります。アイスニードルのアンチをより認識しやすいように A から D マーカーを外周へややずらしました。あと氷と光の粒子においてタンクの2名と踏みが抜けていたのでここで訂正をご紹介します。では早速行ってみましょう。1ダイヤモンドダスト1捨て外捨て。我々の固定のやり方は1捨てですが今回は外捨てについても図解します。まず1捨てです。注意点はニードル予兆をマーカーにしっかり置く。無印の人がその予兆に当たってヘビをもらわない。無印はアイシクル3発目へ飛びニードルに発動したら移動を開始する。アイシクル3発目のところは実際の動画をご覧ください。アイスニードルが発動したらスクリーンとして動くというタイミングを覚えよう。外捨てはしっかり暗練をすることです。やったことがないので図解のみで失礼します。光の暴走ニルン式あやとり式東西ニルン前半のエマバのギミックになります。ここでの玉事故が一番多いのでしっかりイメトレしていきましょう。そしていろいろな方法があるので本編でやった東西回るやつは割愛し2つほど解説します。まずはミルン式から。これは玉を東西南北全部対面に引っ張るやり方ですね。東西の玉は事故が起きやすいので注意してください。しっかり玉が真ん中まで来たら東へ向かいましょう。2周目の消化ではこれをやりました。GCD を止めないような動きの一例です。さあ、あやとりです。一見複雑そうに見えるのですが、他のやつと処理方法が異なり、鎖チームにも仕事があります。図のようなリボン状に鎖をすることで、2つ目の2名用の塔へ鎖チームが入ることができ、玉誘導チームに余裕が生まれるメリットがあります。実際にやったことがないので、図で説明しますが、図は、ヒラを固定しています。四角だから、塔に入れ替える。玉誘導役が、奥義を誘導するので、しっかりボスへ寄っておくといいですね。誘導したら、玉誘導役は、玉が近づいてくるので、マーカーで攻撃しよう。近づいてきたので離れよう。
砂時計なので、外角入れ替えてリボンを作る。砂時計も入れ替える位置違うだけで一緒です。最初からリボンの場合は、そのままでいきましょう。整流の方向、タンク無敵タイミング、モンアファーの1回目と2回目を無敵で受けるやり方です。タイミングをご紹介するため、 MT 視点、ST 視点をご覧ください。ポイントは、モンアファーが確定するタイミングで、 ST は影を取ることです。 MT 無敵です。シャーク、影が ST に移りました。ST 無敵です。鏡の国、フロストスラッシュ、フロストスラッシュと、フロストスラッシュは背面アンチ、フロストスラッシュとは前、側面アンチです。この技を鏡がコピーし実行してくるフェーズです。タンクの誘導として図を作ってみましたので、イメトレ問題として出題しますよ。例題、芝がフロストスラッシュを映像しました。回避してからどこへ誘導し、最終的にはどこへ行けばよいでしょうか。背面アンチから緑鏡と遠い方に後ろ行って、赤鏡から離れればいいね。正解は5から6でした。5、鏡の国、ホーリーウィール。アンチ判断が遅れるとかいろいろ聞きます。本編でも触れましたが、簡単な方法をさらに追加します。アンチが無色、緑色、赤色と鏡の出現位置で時計回り、反時計回りに90度進むに加えて、もし芝の光っている羽が無色鏡方面だったら、アンチが背面になります。逆に無色方面が光っていなかったら、芝の正面がアンチになります。それに加えて芝本体を足せばいいと思います。例題、次のアンチはどこですか。またアンチは時計回りか反時計回りか。芝の光っている方が無色鏡方面だから、芝の背面で、あと芝の光っている方へ行かなければいいね。正解は2で時計回り。6、イメトレ。やってまいりました、イメトレクイズです。
おしまい。この動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が少しでも良かったと思っていただけたら、次回動画作成の励みになりますので、チャンネル登録や高評価をお願いいたします。また、参考にさせていただいたプレイヤーの皆様にこの場を借りて感謝を申し上げます。